日はですね、日光に向かっております。先ほど宇都宮のホテルからですねチェックインしまして、現在午後11時ぐらいですね。あと1時間ぐらいで日光東照宮に着くので、それまでに腹ごしらえできたらいいなと思ってるんですけど、まあお店なかったら日光東照宮近辺で軽く食べますよ。あー楽しみですね。はい日光東照宮の方に向かう途中にあったタリーズコーヒーで昼食朝食をいただきます。あえて宇都宮でタリーズコーヒーに入るっていう行動がたまらないですね。できたら宇都宮駅前にある小さな喫茶店とかそういうところで食べることにタリーズコーヒー美味しかったです。カフェラテとねパンみたいのいただきましたよ。で隣にTSUTAYAがあったので、何年ぶりだろう、もうほんと 6,7 年ぶりぐらいにTSUTAYAでレンタルしましたけど、緊張しましたね。で私以外の方がね映画見れればいいかなと思いましてレンタルしましたけれども、はい見れるかどうかわかんないですね。では今から日光東照宮に行きまーす。はい、東武日光駅近辺ですね。着きました。観光地感あっていいですね。人が少ない。この街じゃ無料駐車場に停めまして、日光東照宮に向かいます。時間がねないので中までは入らないと思いますね。ドラクエのお土産だけ取って戻ります。ここの坂登ってもんですね。小学生の時かな、修学旅行で来たことがあって、徳川家康の墓か何かありますよね。でそこの周りで財布を見つけたんですよね。財布落ちてるのを拾って中見てみたら現金とカードが入ってるのを見て怖くなっちゃって、小学生の私はその場で「誰か財布落としてますよ!」って叫んだ記憶ありますね。はいはい、着きました。これ以降はですね、拝観料を1300円払わないと入れないので、入りません。何度も来たことあるんで、あとドラクエウォークのお土産を取りたくて来ただけなので、ただね、これ払わないともしかしたら確実にお土産手に入んないかもしれないですね。先ほど一応横から取れるかなと思って取りに行ったんですけど、私の端末では無理だったんですよ。で友人の端末の方ではたまたま GPS 情報がずれて取れたんで、それをいただきます。確実に欲しい方は1300円払って入る感じなのかもしれないですね。では戻ります。はい、東照宮を見終わりましたね。東照宮を見終わったというよりかですね、周りの観光地を歩き回って、楽しみました。もうお土産がね取れなかったのがね、私の端末で取れなかったのがね少し気がかりですけれども、この後はですね竜頭の滝の方に向かいまして、中禅寺湖にある宿にチェックインします。いろは坂がねどうなんですかね、雪降ってるのかな、怖いね。いろは坂雪ね少し両サイドに積もってるぐらいで全然問題ないですね。そして奥大井湖上駅に向かう途中の山道に比べたらやはり2車線あるしね、だいぶ走りやすいです。このまま中禅寺湖行けそうですね。中禅寺湖着きましたよ。今晩ここに泊まるって考えるとなかなかすごいですね。大人になったなって感じますね。これね晩飯食うとこあんのかな。ナビうるさい。竜頭の滝着きました。先ほどですね、ドラクエウォークのお土産も獲得しましたよ。はい、竜頭の滝ですね。上の方に上がればもっとすごいの見れましたよね、確か。まあただ行かないかな。こちらで、お雑煮を注文しました。すごい量のお雑煮が来ましたよ。うまそう。いただきます。お雑煮ね、超うまかった。竜頭の滝に来た際はぜひ食べてみてください。あれ本当美味しかった。道が凍ってるな、危ないな。せっかく来たんで上行こうかなと思ってますけど、これ危ないな、悩むな。着きました。こんな感じですね。あんまり凍ってないんであれですけど、こっちの方はねだいぶ雪あるんですけどね。ただ途中の道のりがねほんとやばかった。これ全部下凍ってるんでかなり危ないですね。階段も全部凍ってるから危なかったです。ではホテルへ向かいます。その前にもう一回中禅寺湖の繁華街ですかね、行って料理屋さんがあるかを目で確認してからホテルに向かいます。